皆さんこんこにちは、えー、今日もですね、えー、昼間からあのライブをやってましてね、えー、お集まりいただいてありがとうございます。えー、昨日ですね、えー、政治ジャーナリストの安住明子さんとですね、えー、対談ライブをやらせていただいて、いろんなお話し,しましたけどね、その中で一つの話題にしたですね、えーまあ、山科鳥類研究所の所長の奥野拓二氏ですね、えー、が絡んでですね、 京都・嵐山で非常なトラブルが起きていると。でどうもねお金が絡んだ生臭い話になってるわけですよね。そんなことがあるので実はうちの方でもね「週刊文春」とは離,離れて独自にですねいろいろ調査活動もしておりました。その内容も踏まえてね今日はですね皆さんもうご存知でしょうねこういう形でね もうあのー、今日発売今朝発売の「ですね週刊文春」にこういう記事が載っております「えーとですねえー、エイミヤ様に100万円、えー、京都老舗裁判衝撃の経理文書」という内容で、えーまあ、ぜひこれはね、えー、お買いになって読んでいただきたいんですが要するに、あのー、山科鳥類研究所の奥野拓司所長がですね、えー、いろいろ絡んでですね 鵜飼、えー、ですね、えー、京都、まあ、日本各地にありますよね、長良川にもあったと思うんですが、あこの鵜飼の問題について、えー、この嵐山通船って会社があるんですね、これはあれですよ、この会社は今、あのーうん、わ私は相手に言いますね、あのー、別に訴えられてもいいんで、えー、悪い社長は首にして、ですね今もなんとかまともに立て直そうと、どうもね、えー、この一連のね、奥野氏が絡んだ話で、 えーまあ、おねだりが過ぎましてね、えー、不明金がいっぱい出てます、それで、えー、経営がどうも傾いちゃってるらしいんですね、でなんとか立て直して、えー、観光の方なんかのね、えー、期待にも応えて、えー、この迂回もね、やりたいということで、えー、今、新しい社長の下で、この嵐山通線、立て直しを図っていて、えー、特に本来はねあの、会社のお金でやるべきでないお金について、本、えー 本当はこの人もっと使ってんですけどね、えー、最低ですね、1100万円を請求するね、損害賠償するですね、損害賠償請求する裁判を起こしてます。えー、まあそういう中で、あと面白い話でね、ちょっとあ,のー、あまりこの記事には書か,かれてない。で、今回ね、ぜ記事を読んで、記事を読んで,、えー読んでえー、この動画ね、これからやってる、まだ読んでない方は、あこのアーカイブ残しますんでね、えー、残せると思うんだけど、あのー まあ記事読んでまた見てくくださいものすごく私は理解が深ままると思いますよあの記事がね、やっぱりあの大手ですから、やっぱり訴訟対策もあって、避けて書かない部分があるなと、あと名前伏せてるんですよ、結構。私は全部あの、責任があると思った人は名前書いてますからね、逆にこっちで実名で書いてあってもね、別にそんなにいい責任追及する相手でない人の名前は落としてます。えー、いうことなので えー、大体この主要な登場人物ね、この事件についてはあ3人いるわけですよ、メインの私ははっきり言って一番悪いのはこの男だと思ってます、えー、山科鳥類研究所の所長で、エ、えーミア殿下、このこのそあの山科鳥類研究所っていうのは、エーミア殿下がですね総裁やってるんですね、なん80 1986年ですから、大学生の時き20歳が、20歳の時から、あのー、 やってるんですよ一番最初に総裁職に就いたものだと言われております。えー、で、まああのー、その縁になったのはナマ,マズとかね、あともともとエイミア殿下はです、ね、鶏を飼っていたりね、まあ、鳥がお好きでですね、えー、鳥の研究もされていたということなので、えー、この総裁やられているで。ずっとそのですね えー、補佐をしてですねこれはあの最近2012年ぐらいからなんですけどこの奥野拓司という人もともとこれ文化人類学者で生物学者ではないんだけども、えー、実はある方のお弟子さんなんですよある方というのはまたかって話になりますここにね複雑なんで名前書いてないけど正田陽一もう個人でありますけどね亡くなったぶっこされた方ですが正田陽一東京大学農学部名誉教授。 のお弟子さんなんですよ。で、これはもう前も何分何遍も取り上げてますよね。 えー、チャイナとですね、あもう早くから、70年代からチャイナに研究で行ったりですね、えーまあ、支援ですね、えー、経済立て直し、文化大革命後の経済立て直し支援という一環で政府から派遣されて、まあ、向こうで活躍されて、すっかり逆に向こうに取り込まれて著作,著作をね、えー、中国共産党肝煎りで何べも出してですね、最終的にはですね、えーまあ、92年に今の上皇夫妻が、あまあ、 訪中す,、ね、する上でのどうも誘い水になった方ですねなぜ誘い水かというと正代陽一氏はあ見て子上皇后のですね、えー、父親のいとこなんです、えー、正代一族ですこの正代一族が絡んだその正代陽一氏の弟子が奥野拓治氏で、えー、どうもこの人をもうね、えー、山科鳥類研究所に 来るまでは、まあ、初めですね、えー、研究員という形でね、いろんな形で、えー、なんかあの、兼任をしていたんですけどね、細かい経歴も全部調べました。えー、まあ、あんまりぱっとしない経歴だったんだけど、お引っ張られてからです、ね、もう、飛ぶ鳥を落とす勢いというか、もう、なんか最高権力者のようにね、振る舞ってるわけですよね。で、まあ、所長をやってて、今も所長です。でえー、この方がです、ね、なんでね この迂回の問題に関わったかということなんですが、これは記事にも書いてありますけれども、実はですね、2017年ぐらいに、どうも鳥インフルが流行ったんですね、鳥インフルの関係で、迂回の鵜が、例えばこの嵐山通船なんかでも、10ナなあの死んじゃったということがあって、どうしようかと。 観光の目玉でもあるのにね、嵐山にとって観光の目玉でもあるのにね、なんとかならんのかっていう話をしたら、まあ、この湯川直樹いいう、これ名前出てませんよ、あの週刊誌に。私は出しましたよ。この前社長ですからね、前社長湯川直樹、えー、写真出してるの、それ。私見えないからね、写真出してくれるのね。 湯川、えー、直樹いい社長なんですけどね。えー、この人がですね悩んでいたところですね。この野々宮神社ってのはですね、えー。野々宮神社っていうのはこの荒瀬山にありまして、家、えー、計の直樹牛氏があどうもこの山椎鳥類研究所の奥野拓司所長と知きがあって、えー、紹介したそうです。 えー、それが2017年。これは記事に書いてあります。えー、X 氏とか何とかとか書いてあるけどね。えー、こ,のこの人も実名られるけど書きます。あえて、えー。この人はなんかね、えー、あの熱心にいろいろ発信してる方でね、えー、エイミア殿下を攻撃するのはけしからんなんて言ってるんでね。あん,あんたがそんなこと言ってて、あんたがエイミア殿下にかからむことでこういうトラブルを起こしてどうするんだよって思いもあるんで出しました。あまあ、この方があもうぴったりなんですよ。 でこの湯川さんとね、ぴ、えー、ったりなのことはですね、いろいろ家族ぐるみの付き合いもやってるということも、全部私、写真とかあその他の問題で、発信がお好きなんでね、えー、全部確認しました。で、今更消してもダメですよ、消したら全部拡散しますからね。うん。あのー、いうことでね、かなりぴったりの関係で、えー、どうもこちらの関係もね、あの深いみたいでね。 奥野さんっていうのも京都のね、動物園の顧問みたいなのもやってるんですよ。まあ、そういうお付き合いもあったのかなと思ってますけど、紹介してですね、えー、その後お付き合い始まってからですね、えー、この嵐山通船が大変なことになっちゃうんですね。何かって言ったらですね、えー、なかなかこの、まあさすが、私は悪いこと言いますよ、これから。 さすがあのおねだりのうまいエーミア総、エミア殿下が総裁やってるところだけあって、おねだりうまいです、この人は。それで、なんとですね、私もこれいろいろやるんで、あの、うかいのこと分かりましたお手伝いしますと。で、じゃあやる上では私もね、いろいろ自分でこう、いろいろ、やっぱり費用も負担できないんで、いろいろ負担してくださいってことでね、えーえー、月20万。 月に十0万くれと手当てで、えー、嵐山通船から月に0万もらってました、えー、でこれについてはね給与とか保問料じゃ困るとおどうも税金逃れですねで封筒に入れて診察で20万くれと毎月ねいうことで研究費として月に0万を渡してるとおこれおよそ2年間ぐらいかなあだと思うんですねそれからそのほかにですねいや今度なんかいろいろシンポジームね例えばあの この二人つるんでね、こういう団体作るんですよ。嵐山迂回観光文化振興協会。 っていうのを作りますこういうんで、まあ、全国の鵜飼いの文化をね、ちょっとまとめて進行させようじゃないかということで、鵜飼いのシンポジウムみたいなのを開くんですね。この京都嵐山でね。その際に、えーミヤ殿下を呼ぼ,う呼ぼうなんて話があったんですよ。それで、呼ぶには100万かかると。100万を渡しした方がいいのではないかと。じゃあどういう名目でございますか。で研究費でございます。で研究費で100万円。でこれ渡した。 渡しただからねこれ皆さんこの記事でね、えー、誤解しないでほしいんですけどこれ、えー、エエミミ様様にに万円っってて書いてあるけどど渡ったかどうかうは確認できません、えー、これはだからエイミア様をの側近であるという立場を使ってエイミア様に渡すかもしれないということで100万円この人受け取ってるわけですねでそのほかにですね実はねこれ曖昧なお金がも,もう100万出てます えー、とあうご屋の建築う建て替え費ということで100万円さらに渡していますで。これはどうも、ねえー、記事の中の意識ではこれもエイミアあ殿下向け、えー、で名目がいるからエイミア殿下になんか変なお金渡せませんのでっていうことで研究費とこういう形で渡したというこの人はそういう認識、意識です。 でこの人、月20万。それからね、そこまでなんですよ、お記事で書いてあるのは。で、えー、これはいかんということで、あんまりね、あのこ,ういうこういう研究所の、ね、収支報告ね、大雑把なの見てもね、なかなか載ってねえだろうなと思ってね、リサーチャーの人が一生懸命ね、でもね、あの調べてくれたら出てきました。なんとですね、この社長の時代に、その他にですよ、 奥野拓二所長を担当研究にあたるものとしてですね、えー、結構お金出てるんですよ、こういうものなんですね、これね、あの山科の資料です、えー、山科の資料でですね、鵜、え、飼、ー、に関する比較文化史的研究というものがありまして、えー、これでですね、えーまあれえー、平成30年、 平成31年、令和2年、令和3年、えー、令和4年、えー、これで合計ですね、250万円、250万円ねえー、これ担当はね、担当は、あ えー、奥野拓司って書いてあります。えー、出してると。奥野氏があ山科のお会計報告に載せられる研究費として別枠で250万出してる。こっちでは月20万プラス200万渡してると。お結構食いますね奥野さん。えなんかカスカスのなんかひょろっとした顔してるもんね。うん あのー、これなんですよ、問題は。でねでこの、この話っていうのは、なんで出てきたかって言ったらです、ね、この湯川さんはおそらくね、この人もあんまり経営者向いてないね、はっきり言いますよ、悪いけど、もう、あのー、これね、変な調べ方しなくたって、公開情報で全部調べてますからね、公開情報で全部、この方の名前も含めて調べてますからね、で、えーまあ、クビになっちゃうわけですよ。 あまりにもね、あのお金バンバがバンバが使ってね、他にもね、あのー、要するにこの週刊誌に出てるのでもね、警察官、警察の幹部を接待すると、例えばね、えー、すごいですね、えー、こういうことなんですよ、で2019年、損失がね、えー、損失が今まで黒字だった、この会社、決して大きい会社じゃないんですよ。あのね えー、本当のことを言うと鵜飼の船頭さんたちが集まって作った合同会社みたいなもんです。で、えー、年の売り上げ1億何千万って言うけどあ多いなと思う人いるかもしれないけどこれ船があったり動かったりしてね結構コストがかかる会社なんですよ。 だから、それがね、あのー、例えば10人ぐらいでやってたら、これ、カツカツの会社なんだろうなと私は思いますよね。で、何でしろ生き物を飼ってますからね、で生き物がその十何匹死んで大損害だって言ったところで、立て直しでこれやろうとしたわけですからね。で、まあ、その会社がですね、いろいろこうね、言われるままにお金を出す、それからですね、えーまあ、この人は関係ないって言い張ってます、記事で。 嵐山、ああ、鵜飼観光文化振興協会作らして、自分はちゃっかり代表理事になんてる。代表理事だよ代表理事。こっちに行ってたか行ってないか知らないけど、でもこれ、これはね、登記に乗ってんだから。これ、登記乗ってんですよ。これ、これ登記ですよ。ね。この団体実は解散してるけど、閉鎖登記取れるんですよ。こんなもんね。で、代表にね、乗ってんのが、一番上ですよ。これ取ってやるらいいんだよ。奥野田口なんですよ。 ね、で、湯川さんもいますよ。湯川さんほら、湯川さんここにいますよね。こういう形になっていてですね、だんだん頭来たの、俺。いろいろいるんですよ、本当はね、この人。でね、もう一人、面白いことを教えてあげます。この団体には、奥野慶太郎ってのがいます。これ、奥野拓二氏の息子。親子で食い物にしてんだよ。ねえ。 そういうことをね。まあ、はじめ初期費用はいろいろ全部この。 お嵐山通船に持たしたわけですよ、それでこの記事によればです、ね、でこの X さんって書いてある湯川直樹社長ね、湯川直樹社長がやってから、ですね2019年に純損失が2550万に膨らみ、翌20 2 0年には累積赤字が4000万に積み上がっていた、これ結構大変ですよ、ちっちゃい会社は。で、えー、以前は年、ね、100万程度だった交際費が500万前後まで急増していると、でどうも首都不明気もあるんだね。 でいうことで、えー、しかもその中にはね、交際費の中には、あお店 A、お店 A っていうのはです、ね、飲み屋ですよ、えー、京都府警の N 首席監察官。首席監察官が接待を受けちゃまずいでしょ、京都府警。えー、あんたは金のチェックする人間じゃないか、不正を。これがですね、3万3149円とかね、それからですね、えー、よくね、イベントでね、着物着てそ、その写真見せてあげて。うん この写真で着物着てる人がね、実はね、京都の市長です。えー、角川、角川大作市長。この人の接待を受けてんだわ。会食でね、えー、8万円とかね。それからね、京都府の古川博典副知事。これも会食で7万。で、これ、嘘吹いてね、 この湯川社長はね、いろいろ言うけど、みんなね、嵐山の付き合い方ら知らないんだと、嵐山の付き合いってこうやって高額の接待するんだよ、公務員を。すっごいね。うん。いや、いうようなことをやってね、あとね、この接待交際費の中にもう一つ入っているのがまた話題になってるわけなんですよ。これ、文春読んでくださいね。要するに、久仁殿下へのお土産代とかね、経費殿下へのお土産代ね。 なんあの久人殿下すごいね、あのプレゼントね、あのなんか特別な模型のようですね、これ三万七千三十八円とかね、計非殿下のお土産代がね、一万18,519円十九円とかね、乗、えー、ってんですね。うん。まあ、すごいですよ。 まあいうことでしかもお、このね、奥野拓司さんについてのね、この、ね、月1 0万の話もね、載ってるわけね、えー、まあ、X 氏、これは湯川氏ね湯川氏から現金入り封筒を受けてっていたことを認めたと、奥野氏はね、次第で、えー、奥山通船ではなく、教会から役員報酬で月10万をもらっていたと主張してるんですけども、湯川氏は月1 0万を診察で用意し、封筒にでて手渡していたと。 お結構、バチバチが始まってるんですね、責任のなすり合いがね、でも圧倒的に取ってるのはこの人ですよ、あのー、記事に書かれたのはこれですよ、月20万、月二十万、診察封筒を入れて、えー、残らないように、えー、自分が受け取り残らないようにやってると、それから100万、100万、やっぱもらってんだ、現金で、でそのほかに、えー、これは振り込みですよ。 ちなみにですね、えー、この嵐山通線株式会社は山品鳥類研究所の一口5万円以上の三女会員になっております。何口入っていたかは詳細は公開されていないので不明でありますが、まあ、結構な額だと思いますよ。まあ、こういうようなことをの法図にあって先ほどのような接待もあって、えーまあ、この人でも 幸いというかね、あまり見えるから、自分がこう勝手に横領するようなことはやってないんですよ、この人は。ただ、言われるままにお金を出して、えー、多分言われるままに各方面で、ね、やったと。でね、これ問題なのは、京都市長、角川大作、および副知事ですね、副知事の誰だこれも名前,名前、本当は名前書きたかったけど、ぐちゃぐちゃなんか書かなかった。よし、じゃ古川、古川博典副知事。 接待受けたね7万と8万の接待受けたね、これだい大変だよ、これ、倫理規定からしたら。で、これの関係なんですよ。なんでこれなのか、この団体、あくまで代表理事は奥の拓治氏ですよ、で理事に入ってますよ、で息子も入ってますよ、理事に。で、ここがですね、えー、この鳥ムインフルなんかにも安全な。 あ迂回小屋を作ろうと、で嵐山の公園に作る、その許可をですね京都府からもらったんですね、京都府からもらったんです、京都府から許可、建築許可をもらう前に接待してるわけ、それからあこういうものがオープンするときにです、ね、オープンのパーティーみたいなのがあって、模型の展示なんかもやってるんだけど、まあ、喜んで角川大作市長も行ってるわけですよ、角川さんも応援してるわけね。